ザバーブはイギリスのロックバンド。1997年発表の3枚目のアルバム、アーバン・ヒムスは14週連続で全英チャートの1位を独占し、全世界で1000万枚を売り上げる大ヒットを記録しており、オアシスのギャラガー兄弟やコールドプレイのクリス・マーティンは1990年代のベストアルバムとして同アルバムの名をたびたび挙げている。 1989年に結成され、これまでに1995年、1997年、2009年の3回、解散している。1989年の結成当初からしばらくは、バーブと名乗っていたが、アメリカのジャズレーベルのバーブレコードがネーミングの権利を主張したために1994年、ザ・バーブに改名した。1992年、ファーストシングル、 オール・イン・ザ・マインドでデビュー。その後、シーズ・エース・パースター・グラビティ・グレーブと2枚のシングルを発表し、評論家から高評価を得る。同年の12月にはこれら3枚のシングルの、兄弟曲と B 面曲を集めたコンピレーション版、バーブ EP をリリース。1993年、ジョン・レッキーをプロデューサーに迎えた、ファーストアルバム、ア・ストーム・インヘブンを発表。 当時終演を迎えつつあったシューゲイザーの影響を感じさせつつも独特の浮遊感を持つサイケデリックロックを聴かせる本作は引き続き評論家から好反応で迎えられるもののセールスは振るわなかった翌1994年には初期シングルの B 面曲等をまとめたコンピレーション版ノーカムダウンをリリースバンド名表記がザバーブに変わったのはこの作品からである そして1995年、セカンドアルバム、アノーザンウルを発表。初期オアシスのプロデュースも務めていたオーウェン・モリスをプロデューサーに迎え、より一般的なロック色が強くなった。前作よりも音のリバーブを抑えつつ、ダイナミックなギタープレイや強烈なグジューブが聴ける。本作を最高傑作とするファンもいる。しかしこの作品のレコーディング中にメンバー間に確執が生まれ、 バンドは一度目の解散をする。解散直後に発売されたセカンドアルバムからのシングルヒストリーのジャケットには All f a アウ w e l l s Should Be s a d と記されており、この曲の PV はバンドの過去の PV をつなぎ合わせたものとなっている。その後、リチャードはバンドメンバーを呼び戻すが、ニックは参加しなかった。バンドは新たなギタリストとしてサイモン・トングを迎え、 ニック抜きでサードアルバムのレコーディングを進める。一方それと並行してリチャードはオアシスのライブでソロとして前座を務めている。しかし1997年バンドにはニックが必要だと判断したリチャードはニックと和解しバンドは彼を含めた5人体制でアルバムを完成させる。こうして1997年に発表されたサードアルバムアーバンヒムスは ストリングスを代々的に取り入れたメロディ重視のサウンドとなった。これはニックがレコーディング後半しか参加しておらず、主にリチャードがアレンジの主導権を握っていたことも影響していると思われる。全2作よりもポップになった、このアルバムは12週間連続全英チャート1位を記録。リードシングルのビタースイートシンフォニーは全英2位、セカンドシングルの ザ・ドラッグス・ドントワークは、前衛1位と1997年を代表する大ヒットとなる。しかし、絶頂決まった田中の1998年に、再びニックが脱退してしまい、またも微妙な関係となったメンバーたちは1999年に再度解散を宣言。その活動に幕を下ろした。解散後、ボーカルのリチャードは、ソロとして活動している。 2007年にサイモン・トングを除く4人で再結成し、4枚目となるアルバムのレコーディングに入っていることが公式サイト上で発表され、翌2008年にはホースアルバムホース再生をリリース。同年のサマーソニック08においてはヘッドライナーで出演し、これが初の日本公演となった。2009年には3度目の解散報道がなされた。 アーバン・ヒムスからのリードシングルとして発表されたビター・スウィート・シンフォニーだが、この楽曲で奏でられるストリングスによる旋律は、もともとローリング・ストーンズのマネージャー兼プロデューサーのアンドリュー・オールダムがオーケストレーションでカバーしたラストタイムの曲中にあるものである。これを無断でサンプリングしたとして、ストーンズ側のレコード会社に著作権問題で告訴されて以降、この楽曲のクレジットは、 ジャガー、リチャーズに変更されている。オールダムによるオーケストラ版、ラストタイムは、アンドリュー・オールダム・オーケストラのアルバム、ザ・ローリング・ストーンズ・ソングブックに収録されている。イギリスの音楽と心理分析の専門家がこの曲を、実験体に聴かせて反応を調べたところ、聴いていると悲しくなる曲1位に選ばれた。リチャード・アシクロフトは2019年5月23日に、 行われたアイバーノベロ賞の受賞式で、イギリスの音楽への多大なる貢献が称えられて、ミュージックアウトスタンディングコントリビューショントゥブリティッシュミュージック賞を受賞しており、それを受けて発表された声明の中で、ビタースウィートシンフォーニーの権利やロイヤリティを、ミック・ジャガーやキース・リチャーズから、ようやく上途されたことを明かした。日本においては、フジテレビのリアリティ番組、テラスハウスは、 当時活動休止中だったリチャードに向けられたものである。リチャードがソロとなった後でも交流は続いており、リチャードはこの国が生んだ最高のロックスターとカモンピープルをリアム・ギャラガーに捧げた。兄のノエル・ギャラガーはビター・スウィート・シンフォーニーをステージで演奏したこともある。日付は英国での発売日。ありがとうございます。